県教育委員会の事業の一部で感性談合防止法違反と解される取引があったとする調査結果が明らかにされましたこれは今日の県議会の委員会で県教委が説明したものです県教委の事業をめぐっては平川教育長と信仰のある NPO 法人に予定価格を事前に伝えるなど談合の疑惑が持たれたことから弁護士が調査報告書によると 調査した取引のうち1件で公募型プロポーザルにおいて NPO 法人を他の契約希望者より相当有利な地位に置く行為が職員にあったなどとして関製談合防止法違反と解されるとしました平川教育長は改善策を検討したいとしています